泉一馬の恋ちゃーんというわけでえ小泉一真トークチャンで3本目さっきの続き小泉発言で議会打撃のの巻その2でございますでさっきのねちょっと復習やりますとまあ富士通が談合やっちゃって公正取引委員会からケチン食らって長野市も指名停止したんだけどそれまでの間になんと。 随意契約でザザザッと書き込みやっちゃってねそれで1億円こんなこんな具合で富士通と随意契約しちゃったよとそれどういうことなのっていうこと小泉が議会で議案質疑したらまあ珍しくというかなんていうか他の議員もね同調してくれる場面があっちゃってでこれなんとね最初はねもうすぐ議案質疑して。 はい賛成です。あめでたしめでたしシャンシャン右から左そういうパターンなんですよ専決議案ってね。でこれこれ,あのこ,れこ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 れ議案なんですよこ,こういうのなんですよ、ね、議案ってね。でこれね専決処分の何報告承認を求めることについて。で専決ってだからね報告して承認なんですね議決じゃないんですよ。 で承認なんでですよ。でねだから承認だからもう先決なんていうのはもう通度に決まってるって市長さんも議員もねそういうふうに思ってるところがあります。で小泉がだけどねそんな議案質疑してこれおかしいじゃねえかっていうのをみんなに、ね、アピールしたもんだからもうそうならなくなっちゃう。 あち,ょっとちょっと休憩しよう休憩しよう休憩ないで作戦会議しよう作戦会議しようってことになって議会運営委員会開かれてどうなったかっていうとねこうなったんですよ。これねこれこれあの議会日程なんですけどこれちょっとすいませんね細かい感でね最初ねここ9月1日ねで9月1日に開いてこれ初日ですよ今日ですよでこれ承認第6号ってこれさっきの議案ですよね。で 条例があって、えー、理事者説明これ副市長が原稿読んでで質疑って小泉がやったんですねで本当だったら委員会付託省略してで討論もそんな場合ないんですが採決ってやってあシャンシャンっていうパターンなんですけどこれが議会運営委員会でここの時にこのもう今日これ採決するなんてとんでもない話だってこっちに動かしてもらってここに来たんですよ。9月9日 でこの時議案質疑あってその後これすませんねむぬってやったけど議案質疑終了後委員会託で委員会できちんとこれについてはみっちり議論しましょうねそういう流れになってきましたでねこれ委員会はね福祉環境委員会ってとこですんでかっていうとえっ、ー、とねこれが、えー、あれの国民健康保険の システムだからなんですねだからそこ行ってみっちりやるでね話聞くとね小泉あんなの反対だよなっていう議員で、ね、結構いましただからねこれひょっとすれば専決案件不詳になんてってるうそういう非常に行政として恥ずかしいこともあんのかなみたいなねそんな流れもできてきつつありますでね でそうなんですだからもう委員会に審議するってこと自体が専決案件でありえないですからね。でこれじゃあどういう話だったのかっていうとねこういう話なんです国保システム改修についてこれね事前にあの行政が配った資料ですよこれ、ね、7月27日事前にこういうんでねどうしても先決で予算。 増やししちゃいましたからよろしくねっていう説明をやった時の資料なんですけどまあもっともらしく作ってありますよ富士通の「不の字も出てこないねっ談合の「た」の字も出てこない公正取引の「ほ」の字も出てこなければ指名停止の「し」の字も出てきませんよそんな余計な話全然書かなくてなんか困ってるんですよ議員さんなんかねあのー、平成30年度に国民健康保険制度が変わるから長野市からね今度県の方に行くんです。 だ県の方からでもどうしても8月10日までに報告出せって言われて、その後も9月までに、11月までに出せ出せって言われて、だからどうしてもシステム回収かけなきゃいけない、そのためには今のこのね、システム、今、元あるシステム回収する元のシステム作った富士通じゃなきゃどうしてもだめなんですっていうのは随意契約の理由ですよ。で、こういうふうに詰まった日程だから、 専決しちゃったからよろしく認めてねってそういう説明だったのでもそれ全然違ったんですよね。これさっきね出したけどよねここで指名停止にするからそれまでに「えいや」ってやっつけちゃえってそういうことだったんですよでそんな話全然聞いてねえじゃねえかってこと議会は大激怒したんですよね。でね小泉だだけけどど思うんだけど 富士通って大会社ですよね上場一部上場企業ですよ。でねその国宝システムってここに書いてあるんで国民健康保険のシステムねミクジェットって言うんですミクジェット国宝システム。でこれを長野市だけじゃなくてね他の自治体にも納入してるんじゃないかな小泉はそう思うんですよね。 それはの憶測ですよ。こいつまだそこまで調べてませんてま。調べてませんけど、長野市がね、本当、長野市がね、富士通が本当に長野市だけのためにね、そんなシステム組むかって言ったら、そんなわけないでしょ。長野市で組んだら、じゃあ他かのところにも持ってって売り込めばいいじゃんねって。っていうか、他のところで組んだから長野市にも持ってきたって、そういうことだと思いますよ。で、あるとすれば、平成30年度に備えて、今ね、こうやって国から県から、 報告を求められているっていう現象は日本全国2つ,つ,つ,つは裏裏全ての自治体じゃないかもしれないけれども富士通のシステムを使っている自治体結構あるんだと思うんですよね。とすればですよこんな駆け込みで富士通とシステムだからいいっすよねっていう駆け込みの随意契約 全国規模で発生している可能性があるだからね小泉のこの発言聞いて長野市議会は怒った次は全国の地方議会の皆さんこれチェックしてみてくださいそして小泉と共に怒ってくださいみ <music>